闇を払ってやる。はい、どうもこんにちは、佐藤健です。はい、まあルーキーズ時代はね、ドレッドヘアの頭をやっていた私、佐藤健こと佐藤健という風なね、お名前でゲーム実況をやってるんですが、今日のデッキは、はい、この佐藤健を使っていこうと思います。はい、でね、内容としましては、コントロール強いよという風な、佐藤健のボケをかましていくという風な感じでね、でルシアンとアジールが入ってます。まあこのデッキ、生放送でも見ていただければ分かったんですけど、私の健のね、健の生放送を見ていただければ分かると思うんですけど、まあ強かった、もうずっと勝ってたんじゃないかなと。はい、でこれでもうね、あと2勝しちゃえばマスターになれるというところですよ、私タケルがね。はい、でまあこのデッキ皆さんに紹介していこうかな。多分もうこの時間紹介デッキ上がってる時にはもうマスターになってんじゃないかなと、私佐藤タケルがね。はい、なのでまあ皆さんもしよかったらこのデッキ使ってみてくださいというような感じです。はい、デッキの内容概要欄に書いてありますが、行っていきたいと思います。フェザーが2、決意2、先森さん、タテヘイさん、ルシアンさん、教習さん、ケケモさん、ベンザさん、アジールさん、スライド2、決戦場さん、レンジャーさん、アイボウ2、エルムハート2、ツイートーさんというような感じになっています。敵の使い方などは試合を見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。ルーキーズらしいな。市川隼人だな。セジュネルクトン。あー、それ。デッキ分かんねえな。レンジャーはいらない。オッケー。もうアグロで盛るわ。もうアグロで盛ります。もう目覚めてしまった。アグロじゃない、俺はこれアグロ。これいらねえよ、鹿。待って、鹿いらねえ。皇帝の命に、ここ数字ナイトフォール以外で勝ち越してる、見てない気がする。なあ、ナイトフォールでしか勝ってないよね。サジンアグロしてね。これよ、これだから、サジンアグロ、これよ、サジンアグロか、これ。先回りパッション。な、脳みそ空っぽにしよう。もうそれだ。ごめん、なんか深く考えたとしても負けるときは負けんだから、何も考えんな。謙虚になれ。砂漠が私の、何か忘れてる。とっておきな大切なピースを行こう。これに行きましょう。はい、もうバン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 いきます。援護していきましょう。はい、もう関係ない関係ない。相手がね、もう何を来たとしても関係ない。もう抜くてかね、やっぱ違うわ、俺のプレイング違うね。喋ろう、あと喋ります。クマグロ、あ、クマグロもいいんだ。あ、そう、クマグロ強いんか。いや、でもアグロは使わん、絶対に。心が折れても、うん、何があっても使わん。使っちゃいけないと思う。もうそれ魂売っちゃってるから。こんな時こそ後期しかないルブランドラゴンをご利用し、ルブランドラゴン、スライド、あー、スライドいいな。行こう、ミンで、これで行こう。オッケーオッケーオッケー。で、相手ゴリラ来んだろ、どうせ。氷はどうだ、ハント。はい、この土地は、はい、この土地はトロロ族のもんだと。はい、勝手に占領、戦闘、戦闘、行こう。パキーンと。はい、で、あとはスライドを添えるだけってやつだな。でフラフリー、ちょっと嫌ですね、それは。まあここはもう普通にブロックじゃない、パスしましょう。はい、でまたこいつらでアタックだな。でエルムからのスライドな、オッケー、決まり。これでいきましょう、ゴー。はい、もう顔面しかいかない。送ったかな、どう。はい、いきましょう。オッケーオッケー、6マナじゃ何もできないでしょうと。はい、もう知らない、もう俺を怒らせてしまった。はい、ルーンテラは私についてきて、ついてきて、うん、終わらせましょう。ゴリラ行きましょう、スライド、すべて終わらせましょう、戦いを。この森は私たちのもの、この森は私たちのもの。 OK、 PG とか意味分かってねえのに言ってくれてんだなと、うん、こうなったらこんな恥はかかせちゃいけねえと、後で LINE で教えとこうって、 GG ってこういう意味だよって、後で教えてやんねえとなっていう風なね、風に思うんですけど、あいつは何も来ねえな、ちょっと許せねえな、後でお仕置きだな、うん。どういうことすごいこと、あー、何これ、え、これは何、どういうことなの、この絵面は。ルンテラですかこれ、何これ、怖い怖い手札は。
邪魔をする、邪魔をするなと。寝てるのでは、いや寝てないでしょあの人、寝てるはずがねえわあの女は。あの女って殺されるな、ちょっと怒られるわ。ちょっとなしなし、今の聞いてないふりして、うん、今のなしね、うん、ダメダメダメ、よくないよくない。この前アグロは、じゃあアグロじゃないこれ、何言ってんのサリメさん、どこにアグロって思います。これ嫁は配信見ないんですか。あのね、アマングアスだけ見てた、うん、てか嫁に配信見られるのクソ恥ずかしいからね、一言言うけど親に見られてるようなもんだからね、マジで。あの何回もこれ例え言ってんだけど、これちょっとアマングアスの配信の時によく言ってたんだけど、嫁が本当に見てたのよ、アマングアスね。でそれっていわゆる授業参観に来てる親なのよ、わかる、あの恥ずかしい気持ち、なんで母親頑張れ頑張れ言ってんだよみたいな、後ろでね、恥ずかしいでしょあれ。そのそれなのよ、やうちの嫁今、今っていうかやってることが。ちょこれバロールいきます。ああ、まあ先盛りでもいいけどね、まあ先盛りでよ、砂漠が私の味方だ。でバロール行こう、おい行こう。小学校の時は授業参観借りてた、いやだからもう本当に授業参観なんだよマジで。行こう行こう行こう、でここでレベルアップして、早すぎだ早すぎだ。で先盛り、あー先盛りいいじゃない。そう手を挙げないと後から言われる、なんで手を挙げないのあなたってね。そうこれでいい、で1マナ出してスライドと、オッケーオッケー、めーっと吐いて、で、はいはい、オッケー、皇帝の命に従え、皇帝の命に従えと。で、相手静寂なんてねえだろ、知らんけど。それくる、皇帝のために、皇帝のために、これでいいな。するものか、あ、まずった、ここアタックしようかと思った。あ、ただあれか、大丈夫大丈夫、まずってない、しっかり計算通り、ここまでが、うん、大丈夫大丈夫。で張ってんでしょ、でまた張ってんね、熱くなってきて、熱くなってきて、これ引っ張っても勝ってたか。ジャイファンザジャイス。4回後にアグロっていいです。アグロいいね。アグロじゃないから。アグロじゃないよ。誰がアグロって言った今。さっき誰がアグロって言ってる。アグロじゃねえからな。一言言うけど。これアグロじゃないから。うわ、スライディング。まあ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 、いいわ。オッケーオッケー。空気が変わった。ああ、これいいね。行きましょう。はい。空気が変わった。空気が変わった。霊気をおっさん。まあここパッチします。はい。おいおい、はい。10勝やばいっしょ。10勝しなきゃいけないのよ。準備はいいぞ。準備はいいぞと、はい。ここで便座。はい。便座行って。でパスだな。であとはレンジャー。ウェイと行きましょう。ああいいね、でもここ行きましょう。準備はできてる、準備はできてるよ。冬に飲まれ、冬に飲まれていく。でここ行きましょう。しょうがねえな、しょうがねえなと、はい。ゴー。なあ、フレオルドちょっときつそうだよね。俺ももう、まあ、トータとかあんのかな。まあ、トータあってもどうでもいいぜって感じだから。オッケー。はい、早すぎで、早すぎだと。行くぞ、イグゾースト、アバローサに捧ぐ。オッケーオッケーオッケー。まあしっかりとこの、ここまで読み通り、ここまで読み通りなのよね。そう、ここまで出せるっていうのが読み通りなのよ。
で警戒も遅いね。千歩のもとに千歩のとどり続けと、まあ、これじゃあ行きましょう行きましょう、はい、我らの旗に続けとパスと OK で守護兵ぶちつけて決戦上場行きましょう。あなたの盾になる。でマーシャのナフな不屈の精神直してほしいよな。不屈の精神直してほしいよなみんなな。どうも。いや何見えない。フラフリか。オッケー。盾そして守れ。盾そして守れ。オッケー。パス。でスクリーチッチで。うえ。オッケー。あークマスタッツ昔にあー不屈バーストだったね。不屈バーストだったアホみたいだった。こう決戦場ぶち込もうでクイーンバロールナイスイエチバロール出してからでもよかったかなってのもあるけどね。守れ。そうだね、バロール行っちまってからでもよかったかな。まあちょっと焦ったかも。まあただー全部使うけど、もうここで全部使う、すべて全部使う、手札をすべて使う。あれなんか間違えてる俺また持ってくる劇逆ちょでも残れば勝ちだし、オッケー。関係ない、行く。もう見えない。敵はもうごぼう。ごぼうと佃煮。ごぼうと佃煮、面白い例えだな本当にこいつは。もう攻めるわ。攻めしか見えない。当たり前よ。男の子がね、男の子っていうの可愛い。可愛いんだから。もう行こう行こう。皇帝の名前。いやいやいやマジか。このムービングやめてほしいな。相手も一緒の面子が一番美味しくないよね。便座出そう。はい、便座出してくれ。しっかりと便座出してって。でもスライドの強さよね。ここがデマーシアの強さ。奮起が簡単に3マナで打てるってところが強いってところを相手に思い知らせないとな。うん、舐めるでねえよ奮起をと。忘れ去られたらわさちはっていうふうな。これはね、オッケー。はい、ベンザディーはオッケー。パスすんなら全然パスで、ナイスパスでツイートと、オッケー行こう。4マナで2マナで出せんか。オールインしようぜ。オールインしてツイートと行こう。それでいい。てかさ、アジールいなくてもいらないんだな。このデッキアジールいらないかもしんないわ。気づきました、このデッキアジールいりません。はい、よく見たらアジールいなかったのでいらないっぽいよこのデッキ。うん、気づいてました。さっきから全くあいつ仕事しないんですよね。おでけ来るとは。アジールいらないかも。もうルシアンピンでいいのかもしれない。うわ、なんかこれ中途半端なカードだな。でエルムハートを、いい土だねーとでパスしよう。はい、でブッチャーお客さんだぞーと。オッケーオッケー。
で、パッション。で、次、相棒出した。相棒、行くぜ。で、ここで、ちょっと遊戯の一面が出ちゃうんですね。で、ここで、さ、ルシアンだとあれか。あいつは食うか。カナデリオ、知識と面と行くかんとか。で、あいつが食うならもう、スレッシュ君なら警戒までこの、あれ行くよ。パキンキンと入る。ほや。見逃してあげて。で、パスと。で、相手ここでパスしてくんなら、パスしちゃっていいかなと思ってます。はい。で、パスしよう。オッケー。相手多分スレッシュ出したいからパスしてくると思うから、で、ここエルムハートぶち投げればいいし。まあ、エルムハート投げなくてもいいけどな。で、ヒガンガン。エルムハート投げっか。お前ら、ああ。か、次エルムハートからの、スライドでもいいかなと思ってんだけど、ここで畳みかけるっていうのも重いんだよ、面白いんだよね。ただ5-4だから次でも良さそうだな。でルシアン出して、まあここスライド打っちまってもいいからね。そうだね、ルシアンスライドでいいか。ルシアンスライドだな。 OK、 行こう。これで OK。 空気が変わったと。で相手がスレッシュ組んだらバリア張っちゃえばいいから、それで行きましょうか先生。スレッシュ引いてないとしても、あーまあなんだ、サイファンストライクとかちょっと共に行くぞ。共に行く、行こう。あなたの盾になると、はい、守るわ。まあ、守ってもらおう。 OK で、多分もうここスライド打っちゃっていいわ。はい、打ちます。もう攻撃します。バンバン行きます。警戒もあるからバンバン行っちゃう。あー、次でもよかったかな。次でもよかったかもしれない。あー、あるか、儀式があるって感じかな。ならエルム行こう。次はあ、おぞましき。今度は逃がすものか。なるほどね、黒槍があるか。金を払えばうならってやるよ。行こう。バロール、命をかけてこの森を守る。そこにいたのかい。 この森は私たちのもの。オッケー。俺唇プル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 震えてたから、唇ってずっと言われてた。そう、てめえが唇かつわれてね、いろいろとやってたな。そうだな、懐かしいな高校生活。唇って聞いて、あれと思って、こいつもしかこいつなのかって思った方は同じ高校です。てか多分自分のこと知ってる人だな。自分のこと知ってるやつだなそいつは。うん、あれキングプンプンってあいつだったみたいになってるだろうな今それを聞いてな。どうしようかな。今何の話した、よくわかんない。スクリーチ出たから、出たから。ああ、そうだよね、知ってる人は顔見てわかりそう。ああ、確かにな、実写の方な、すぐわかんないかな多分ね。俺声でわかると思う。うん、声と目で100% わかると思う、声と目で。あれって嘘だろって、こいつ1000人行ったのみたいな、うん、多分なってると思うな多分。まあ一人ね、自分の友人知ってるやついいんだけど。何の話してんの俺。
いやでも配信者は楽しいね、本当にいい時代を生かさせてもらえてますよ。愛なき時代にな。うん。星のきらめきを絵の具に使用しようと。ここ星座を描くのにぴったり。この星座をバスティ燃やす。まあこうパスしてもらってもいいかな。特に動きないし、何をしてくるか知らないけど勝手にせえよと。フェリー、まあパスしよう。オッケー。気持ちを込めて、気持ちを込めてと。じゃあパスしよう。まあここじゃあ普通に、いや一人フィフィフィーって言っちゃっていいかな。フィフィフィー行こう。パキンと。オッケー。でルシアン、うわマジか。闇を払ってやる男。闇を払ってやる。内なる世界を抱いて。内な、あー羽衣。ナイス、ゲーガイモ。行くぞ。行こう。焦るなって。焦るなって。と。ぶっ壊れてんじゃないかなと思うんだよな、なんか。水ってさ、そんな尿出んのかな。ごめん、なんか汚い話で。お、こう、なんだろう。こう、ジュース最近飲まないけどさ、ジュースだとこんなことならないと思うんだけどね。代わりにトイレ行ってきます。やめてください、それ。相手アグロに対面に寄せてるリシン。あ、へえ、そうなんだ。俺確かにこれ入れてなかったな、さっき。まあここブロッキングいっちゃっていいかなと思ってるけど、まああとは警戒もぶち抜いてもいいかなと。調子はどうだとはいかないよ。早すぎて早すぎて。まあ次リーのシーン来たらもう仕方ないから、ここはもう相棒出すと。うん、相棒出してて、であなたの盾になる女。いやここは盾だな。ほいこ、援護する、援護する。アグレッシブに動いちまっても守り打つ、守って打つ。アグレッシブに行くか。ここ打点入れていくか。そうしよう、打点入れておう。あなたの盾になる、あなたの盾になると。はい、技量なき力など無意味。お会いできて光栄です。パフィフィーンと行こう。塗っていい、塗っていいと。オッケー。はい、いたたたたたたと。で相手のラインとしてはこのチャレンジャーもクソめんどくさいからね、相手からしたらね、超めんどくさい。うーない。そう、一番めんどくさいのは意外にこのチャレンジャーなの。チャレンジャーの羊なのかもしれない。羊、はあ面白い例えをするやつだな。どうしようかなここ。まあ相手絶対アタックしてくるからパスしよう。はい、パスしよう。大丈夫大丈夫、絶対アタックしてくるから。一撃覚悟せ。はいはい、オッケーオッケー。でもうこんなん取られていいから、あとは角角か、まあツイート等でもいいけど、これいこう。でエルムハートぶち抜いて、拳でなく心で戦う。お前を見くびる敵は痛い目に遭おう。まあ相手としたら自分が4マナぐらい持ってるからスライドが怖いかなってところで、もう1枚のスペルが打てないかなって感じなのかな。なんか悩んでる感じ。ああそうだろうね、本当はもう1枚打ちたかったけどねっていうのが見えるから。エルムハート、力を貸すわ、力を貸すわ、お願いします。エルムでぶち当たって、え何スタン、オッケー、パッション。まあこれでいいか。オッケー。でまあここブロックか、一体一体削れていけばいいかなと思ってるけどね。まあ最悪警戒もぶち抜けばいいから、取られそうだったら。でここの感じだともう一枚スタンはなさそうだしね。あったら2体打ってると思うし、あんのかな。あ、羽衣でバリアーつけていくの。迷いはない。オーケーオーケー、それだったらあまり強くない。はい、でバリア1回つけたから、あとはドタマを渡るだけな。でスパークルフライ、パキンキン、誇りのために、誇りのためにと。見切ったぞ、見切ったぞ。
すごく輝いてる。いたいた、私の相棒。お前落馬したんか、お前落馬したんか、お前今。いたいた私の相棒っつって、こいつダークン落馬したよな。お前何乗ってたの今まで、ジジ。落馬してたな、あいつ。エルムハート、あいつ55の鹿で、あいつチャレンジャーしか持たない女性ダメだって。0-1の女だろあれな。あそうだよな、これ55で重くてパワーがなくなっちゃってるわけでしょ。うん、スカウトは持ちつつチャレンジャーはつくけど、まあエルムハートが重いからマイナス1下がっちゃったって感じだよね、体力でね。よくないよね、エルムハートがなんか太ってるみたいな感じで。これライアさんどうなんですかこれ。よくないと思いますよ、ちょっとね、体力なくなっちゃったってさ、なんかそうなっちゃうよね、意味合い的によろしくないよな。ちょっとトイレ行ってきます、ちょっと本当に。